さんこんにちは、安田美沙子です。今回はですね、私の携帯の中身をご紹介したいなと思います。ひたすらなんと混ぜるみたいな楽しいんですよね。これすごい便利です。恥ずかしい、マジ撮りしてんのやば最近撮ったアプリがクラブハウスとかみんなやってると思うんですけど、最近始めて全然わかんなくて、知らない間にこうパッと触っちゃったらそこのグループに入っちゃったりとかして、すごいてんやわんやしてるんですけど、なんか朝とかにクラブハウスはいつも海外の人のグループを流しっぱなしにして、なんか英語を聞きながらご飯作ったりとかしてます。でアカウントも作ったんで、よかったらフォローしてくださいクラブハウスですね。あと子供に最近撮ったアプリがあって、平野レミさんがやってるアプリなんですけど、お料理体験。レミさんは多分食育をすごい多分意識されてて、うちの息子が好きなやつがこの納豆、この納豆を押すとこうやってひたすら納豆を混ぜるみたいな楽しいんですよねこうやって息子がこれをすごい好きでやってます。ずっといろんなおにぎりも、これもこのご飯を外していくんですよ。こうやってたパクパク食べてる、そしたら中にこうやっていくらが出てきて、いくらを押すと鮭になったりとか、なんか多分いくらは鮭から生まれてるんだよみたいな説明みたいになってて、すごい食育と思って、このアプリを最近、息子がなんかゲームしたいって言ったら、じゃあこれやってって言ってこれやってもらうようにしています。あの息子が、また子供の話です、子供が歯磨きがすごい嫌いなんですよ。でもこのポケモンスマイルってアプリがあって、これをすると、あの歯磨きを自分でしてくれるようになりました。ゲームスタートして、帽子を選ぶんです。でピカチュウとか選ぶと、自分のスクショしますね、ずっと自分の頭にピカチュウとかいろんなキャラクターが乗っかってくれるんですよ。でピカチュウとかが頭にずっと乗ってくれたまま歯磨きができるっていう。で最後の方には敵が、ボスが出てくるんですよ。で歯磨きずっと頑張ったら、なんかそのボスがバイキンに包まれてるんですけど、そのバイキンが取れて、で最後にボール投げてそのボスを捕まえれるっていうゲームになってるんですよ。でこのアプリを始めてから、もう息子が毎日歯磨きするって言いに来てくれて、ポケモンのやつやるって言って、で毎回敵捕まえて、これなんて読むか教えてって言ってくれるんで、自分で知らない間にこうやってシャカシャカできるようになりました。もうこのアプリはママたちみんなに教えてあげてます。あとはですね、写真アプリかな、私は自撮りをするときはいつもこのフーディーで撮ってます。なんかすごい盛りすぎず程よく盛れて、なんか自然な感じなんで、すごい気に入ってます。こんな感じです。なんか盛りすぎてちょっと顔が変わるのがすごい苦手で、なんかこれだったら程よく変わるからいいなと思って、この本当はフーディーってフードなんでお料理用なんですけど、でもこのフィルターの感じがすごい好きで盛れるんですごい気に入ってます。あとは VSCO はランニングの時に撮った写真が、まあこういう感じなんですけど、これを加工すると、そうね、海外みたいな雰囲気になるんですよ。ざっくりですけどなんかすごいおしゃれなんですよね。青み系っていうのかな、こういう感じとか。この VSCO はすごいおしゃれで、すごい気に入ってます。あと最近使ってるのがこの1998カムってやつですね。これは漏れないんですけど、なんかセピアっぽかったりとか、フィルムっぽい雰囲気になります。恥ずかしい、文字撮りしてんの例えばこういう感じですね。右下に日付が入るんですけど、なんかその感じがフィルムっぽい、あとすごい使えるのがこれ、最近主人に教わったんですけど、こういう写真があるとしますよね。そしたらインスタとかってスクエアが多いじゃないですか、写真使う時って。
でもなんかスクエアにするのに横長の写真使ったり縦の写真使ったりミックスして何枚か貼り付けたいときにこのスクエアに全部揃えるしていくとこうスクエアというか余白ができるんです。上と下にその余白ができてインスタに使うとスクエアに揃うようになる説明が下手くそだけどそうでもこの余白ができることでどの写真もあのインスタに使うようになれるのでピックフィッターはすごい使えます。最近教わりましたこれ。あと e パークっていうのがあってこれお薬手帳を登録できるんですよ。だからお薬手帳持っていかなくてもお薬手帳ここに登録できるので家族分を全部作っておいて後から忘れたら後からそのもらった薬の QR コードをこうやって読み込むとその薬の情報がこの中の薬手帳に入るんですよ。だから薬手帳忘れなくなります。これすごい便利です。あとはたまに見てるのがサトフル。サトフルはふるさと納税ですね。でランキングとかあるんですよ。週間ランキングとかよく見ててどこのやつ寄付したら何がもらえるのかなとか週間のランキングなんだろうなとかなんかいつか注文したいと思いながらずっとできてなくてでもダラ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 ずっと見てる。あと写真とか子供のがでもすごい多いですね。これは子供がウェットティッシュをもうひたすら出してました。よくねやるみたいですけど一箱分全部出してたんですよパッと見たらもういいやと思いましたけど。あとこれ可愛かった。兄弟で頭をごっつんしながら押し合いしてるんですよね。お兄ちゃんに優しくやってよって怒ったんですけどやっぱ男の子同士ってなんか、まあ、下の子がまだ11ヶ月ですけど赤ちゃんなんですけどすでに遊んでる感じしますね。兄弟なんだなと思って。で弟も一緒にケタケタ笑ったりしてるんでお兄ちゃん大好きで面白いですねやばこの辺が一番古いかも。プロポーズして、名古屋ビーミンズマラソンの後にプロポーズしてくれてその後にみんなでサプライズのパーティーをしてくれたんですけどその時の写真すっぴんですよ。これサプライズだったんでドスッピンで2014年だ2014年の3月9日7年前。え、そんな感じ。まだ7年前かですね。ねえ、これはハワイで撮った。恥ずかしい。これハワイで撮ったやつ懐かしい。今日は私の携帯の中身を少しだけご紹介しました。知ってるアプリとかありましたでしょうか。こんなアプリとかおすすめのものがあるよってあったらコメントぜひください。チャンネル登録といいねお待ちしています。ありがとうございました。さようなら。